こんな感じでつけておきます。お昼ご飯はこんな感じです。こっちがオクラと納豆と、あと卵ちょっと割れちゃったけど、卵黄と、あとはマグロとサーモンです。これをご飯の上にのせてます。生理中の食事についてなんですけど、生理中は鉄分、カリウム、亜鉛っていうのを意識的に摂るようにしてます。鉄分が不足すると貧血とかになっちゃったりするので、マグロの赤身とか赤身のお肉とかレバーとか、そういうものを意識的に摂るようにしてます。カリウムは体のむくみを取ってくれるので、ほうれん草とかアボカドとかそういうものを食べるようにしてます。亜鉛は本当は牡蠣とか食べたらすごいいいんですけど、そんなに日常的に食べるわけじゃないので、お豆腐とか納豆とかっていうのを摂ってます。あと食事で気をつけてることが2つあって、まず1つ目が塩分を摂りすぎないことで、2つ目が糖分の摂り方、この2つを気をつけてます。まず1つ目の塩分についてなんですけど、結構生理中ってしょっぱいものとか味の濃いものが食べたくなったりするんですけど、塩分を摂りすぎると体がむくんじゃったりとか胃が張っちゃったりするので、普段から結構塩分は摂りすぎないように気をつけてはいるんですけど、生理中は特に塩分を控えるように気をつけてます。で、2つ目が糖分の摂り方なんですけど、私はもともと甘いものがすっごい大好きで、オーストラリアの Vlog とか見てくださった方はわかるかもしれないんですけど、本当にアイスとかケーキとかクッキーとかそういうものが大好きで、生理中は特にそういうものが食べたくなるんですけど、私の場合生理前とか生理中とか結構気分が落ち込んだりやる気がなくなったりっていうことがあるので、そういうお菓子の糖分を摂っちゃうと一気に血糖値がグッて上がっちゃうので、その後に気分が落ち込んだりとか憂鬱になったりっていうことがあるので、生理中はそういうものは摂らないようになるべく気をつけてます。甘いものが食べたくなった時は、この前紹介したみたいな蜂蜜レモンを炭酸水で割って飲んだりとか、ヨーグルトに蜂蜜かけて食べたりとかっていうような感じで気分をごまかしてます生理中の筋トレについてなんですけど、私はもともとそんなに生理痛があるタイプではなくて、体調が悪くなったりとか動けないみたいなことがあんまりないので、早い時だったら3日目で、だいたい4日目とか5日目ぐらいから筋トレを再開するようにしてます。もちろん体調が悪い時とか腰痛がひどい時とかっていうのは休んでるんですけど、結構筋トレしない期間が空いちゃうと私はすぐやる気を失っちゃうタイプなので、なので私はあんまり間を空けすぎないようにしてます。3日目ぐらいから筋トレを始めるときはいつもよりもちょっとゆっくりめのスピードで筋トレしたりとかっていうような感じで、少しずつ普段のペースに戻すようにしてます。あとコメントもいただいてたんですけど、筋肉痛があるときは基本的に休むようにしていて、どっかが痛い時って結構その部分を守ろうとして他のところに力が入っちゃったりするので、違うところが痛くなっちゃったり、正しい筋肉を使えてなかったりするので、そういう時は無理せず普通に休んで、治ってきたなと思ったら始めるようにしてます。この前私が紹介した5分間の腹筋トレーニングで、あのトレーニングを毎日ちゃんとやったよってコメントを
くださってるのを見るのが最近のなんか自分のモチベーションになってます。休憩を入れた他のトレーニングとかもこれから紹介していこうかなと思ってるので、なんかどういう動画が見たいとかあったら教えていただけたら嬉しいです。こんな感じで弱火でしばらく煮込みます。でその上から鶏ガラスープを小さじ2入れます。でこのまま5分ぐらい煮込みます。で溶いた片栗粉をこの中に火を止めてから入れます。とろってするまでしばらく煮込みます。こんな感じです。